こんばんは、あなたのマイテレビ、電気 TV のボスケです。さて、いよいよね、今回から30ミリクラスの防振双眼鏡を紹介していきたいと思います。まずね、今日紹介するのはこちら。これをね、紹介します。よろしくお願いします。ということでね、早速開けちゃいましょう。このね、フジノンの 28mm というね、防振タイプの双眼鏡は、過去にね、1回動画を上げております。あちらの方はね、16倍でした。今回はね、12倍です。結構ね、16倍とね、12倍違うと思ってね。実はね、私ね、16倍の方はね、もうすでに手放しております。なんでね、手放したかっていうと、やっぱりね、16倍って倍率が高いんですよね。私もね、16倍っていうのはね、興味本位だったんですけれど、チラッと言ってるかもしれないですけれど、色収差、そういったね、収差面で、口径が28ミリじゃないですか。28ミリに対して、16倍っていうのは、実はね、人引きが2ミリを下ってしまいます。2ミリ未満になると、私的にはね、やっぱり像っていうのが破綻する倍率だと思うんですね。で、やっぱりね、16倍っていうのはね、私的にはちょっと像がいただけなかったっていうのが一つっていうのと、あとね、やっぱり16倍ってね、倍率が高すぎて、どちらかというとね、野球場、ドーム、サッカー場、ああいうね、巨大なところでね、遠くから見るのにね、適してると思います。私のように、クラシックのコンサートだとかね、演劇、そういったものをね、見る人には、ちょっとね、16倍は大きすぎると思います。ですので、ドームクラスだったら16倍、まあ、アリーナクラスだったらね、12倍っていう形で選んでもいいかと思います。ということで、ね、今回12倍をちょっとね、レビューさせていただきたいと思いますが、まあ、12倍になればね、レンズ径が 28mm ですので、瞳径がね、2mm を上回りますので、あんまりね、目立った像の破綻っていうのはないかと思います。ですがね、やっぱりフジノンさんの中でも TS シリーズ 40mm、非常にね、なんだろう、ガチな双眼鏡ありましたよね。で、こっちに関してはね、どちらかというと、カジュアルな双眼鏡になってくると思いますので、比較するなら、この間私が挙げた、ね、サイトロンの 40mm、あのね、双眼鏡と比較することをお勧めします。実はね、こっちは 28mm、サイトロンはね、40mm なんですけれど、重さはね、そんなに変わらないんですよね。こっちがね、550g で、サイトロンのね、40mm の方は 600g でしたので、口径の差の割にはね、そんなに差がないんですよね。でね、サイトロンさんの方はもう、お返ししちゃったんですけれど、16倍に関しては私はね、サイトロンの16倍の方がいいと思ってます。やっぱり、ね口径が大きいのでね、16倍に対しては 40mm っていうアドバンテージがね効きますので、さてじゃあ12倍はどうでしょうかっていうことで、まあいろいろね今回もね比較を上げたいと思いますが、でねやっぱりねこのお手軽クラスでねぜひ比較してほしいのがこのねビクセンのねアテラっていうね防振双眼鏡ですね。まだ未開封ですが、これともね比較してほしいんですね。見え味に関してはね、正直ね、ちょっと難しいところがあります。ただね、製品の作り込みに関してはね、このフジノンの 28mm、これはね、非常によくできていますのでね、そういった面でね、かなり値差が出てくるんじゃないかなとは思ってます。あとね、比較していただきたいのがね、今回ね、このためにお借りしたんですけれど、キヤノンの防振双眼鏡、これともね、比較してもらいたいですね。キヤノンはね、10倍、12倍出てたかな。10倍 30mm っていうのがあるんですけれど、こっちがダハプリズムで、こっちがね、ポロ2型のプリズムが入ってます。ですのでね、だいぶ見た目やね、大きさも違ってきますので、ビクセンやこのキャノンの双眼鏡とも比較する動画を作りますので、ぜひね、シリーズでお楽しみください。ということでね、今回このフジノンの12倍 28mm、これをね、中心に紹介していきたいと思います。まずね、重さは先ほど言いました 550g です。片手でね、持つにはね、非常に持ちやすい倍率ですね。まあね、30ミリ未満のね、クラスの防振双眼鏡っていうのはね、もう基本は片手で見る、そこがね、クリアしてるものをお選びください。あとね、どこかでね、質問を受けたんですけれど、このね、双眼鏡の生産国はね、メイドインチャイナです。私はね、あまり生産国そのものでうんぬんとは言わない人なので、まあ日本製でも良いものは良い、悪いものは悪いと言いますが、こっちはね、中国製です。まあ一応そういうことで。で、あとね、外見はね、この、なんでしょうね、昭和レトロな黒。前回ね、ちょっとね、この外見で私ね、苦言を申したんですけれど、実はね、ちょっとね、考え方がね、私変わってきています。というのもね、まあ他のメーカーにない味というのかな、まあそういったものがあって、若者向けのね、デザインっていうのはね、実はね、防振双眼鏡ではね、あんまり売れるとは限らないっていうのをね、ちょっと分かってきました。というのもね、まあ後日開封するこのビクセンのアテラなんですけれど、前も言ったかな、初めはね、ベージュのね、可愛い柄だったんですけれどね、いつの間にかね、メーカーがね、こっそりとね、黒にね、すり替えていて、まあつまりね、どういうことかっていうと、防振双眼鏡はね、黒が売れるっていうことじゃないですかね。本当にね、高校生だとかね、大学生の子にとってはね、敷居が高い双眼鏡、どちらかというとね、
やっぱ大人の人が買うっていうイメージだと思います。まあでしたらね、私もね、この黒の昭和レトロなデザイン、そういうねユーザーを対象にするんだったら全然問題ないと思います。まあむしろね、野球のファンだとかね、競馬のファンだとか、大人の親父にはね結構いいデザインだと思ってますよ。ということでね、前回ね16枚のレビューでね、デザインがって言ってしまったことをこの場でねお詫び申し上げます。すいませんでした。ということで今回はね、デザイン云々に関しては言いません。さてさて、あとね、機能的にはね、この間お伝えできなかったんですけれど、これはね防振双眼鏡でありますが、防水仕様ではありませんので、このね双眼鏡に対してはね、私はね今回風呂につけるってことはしませんよ。それはねご了承ください。まあ野球観戦だとかね、コンサートだとか、基本的にはね雨天ではやらないと思いますので、まあそこら辺のね防振機能というのは、そういうライブコンサート目的では省いても私はね大丈夫かと思います。ただしね、天体観測だとか野鳥観察、そういう時に検討する場合はね十分ご注意ください。であとね、光学性能に関してはほぼね16倍と一緒だと思います。まあ対物レンズが一緒ですからね。違うものといえば、倍率がね低くなった分ね、視界がね凝縮されます。その凝縮された分ね、色周差っていうのも凝縮されますので、まあ16倍で見るよりは色周差っていうのがねぐっと抑えられるってわけですね。まあですのでね、16倍はちょっと色周差がと言っていましたが、まあ12倍に関してはね、それなりに抑えられた映像になると思います。まあこれはね、この双眼鏡単体でいい悪いはうんぬん言えませんので、今後のねビクセンやらキヤノンの映像と比較してご覧ください。それではね、ベラベラ喋ってるだけでもね時間がもったいないですので、防振機能をねオンにさせたいと思います。そのためにはね、ここにある電池ホルダーを開けます。で、電池はね、CR2 です。でね、この電池はね、賛否両論ですね。っていうのもね、なかなか家庭に常備している電池ではありませんので、基本的にはね、この防振双眼鏡用に、このね、CR2 電池をね、買っていただくっていうことになります。まあ今時ね、カメラでも使いませんからね、この電池。ですので、私はね、この電池を使う以上はね、双眼鏡はね、軽くなければいけない、コンパクトでなければならないっていう信念があります。そうじゃないとね、この電池使う必要ないですもんね。炭酸型使ってくれた方がね、ずっとね、便利なわけです。あともう一つ重要なのは、連続駆動時間。それがね、長ければ長いほどいいと思ってます。これがね、例えばね、3時間や4時間でね、消えてしまったらね、その度にね、これをね、買いに行かないといけないですからね、普通のコンビニで売ってない可能性もあります。まあ結構ね、コンビニには探せばあるとは思うんですけれどね。まあそれでもね、特殊な電池なのでね、ない可能性もね、高いと思います。では電池を入れます。ということでね、このね、電池のね、寿命はね、富士のは12時間となってます。まあ12時間あればね、コンサート的には6回分です。私がね、今回比較で出してないね、ニコンの最新の双眼鏡、あっちの方はね、ちょっとお気をつけください。あれとね、比べられる方もね、いるかもしれないですが、あっちはね、CR2 1本でね、4時間も持ちませんので、まあ一応電池寿命的にはそれなので、常にね CR2 の電池を予備でね持っていく必要っていうのはね、そこまでないかと思います。あとはね、実視界はね 4.2 度です。まあこの間動画で上げた斉藤のさんの双眼鏡もそうだったんですけれど、12倍と16倍、あまりね実視界的にね低倍率の方がねぐっとね広くなるってことはないみたいですね。まあこのね、対物レンズが作り出すねイメージサークルっていうのがね限られてますので、ですのでね、倍率をね低くしたところで、あまりね広い視野が得られないっていう、そういうところじゃないかなとは思います。まあただね、動きが激しい対象になるとね、あんまり円がね大きいと気持ち悪くなるっていうこともありますので、まあ私もね乗り物酔いしやすい人なんですけれど、やっぱりあんまりね大きい見かけ視界のもので動いてるものを見るとね、やっぱりちょっと気持ち悪いなと感じることはあります。まあそれはね人それぞれですが、私よりもねより感じやすい人がいるかもしれませんので、ということでね、ベラベラ喋りましたが、これもねまた外に持って行って、どんな見え方かっていうのをねお伝えしたいと思います。それでは後半戦お楽しみください。
Thank you.